ございます。今日は人参のしりしりを作ってみます。まずはごま油をパンに敷きます。パンはもう温まってますので、ここにスライスした人参を入れます。できるだけ細かく人参はカットしてくださいね。ここで人参を炒めます。しりしりっていうのは沖縄の料理らしいですね。沖縄で、まあ、細かく切ったものを、まあ、しりしりというらしいですね。でここにお砂糖をちょっと入れます。お砂糖入れます。でお砂糖ですね。でここにお醤油を入れます。ちょっとよいしょ、こんな感じ。細いのにさっさと混ぜちゃいますね。でここに白だしを混ぜます。これもほんのちょっといきます。こんな感じかな。でもさっさと混ぜちゃいます。あ、いい香りが立ってきました。でここに今度は沖縄、まあゴーヤチャンプルみたいに卵を入れる料理が多いですよね。これに溶き卵を混ぜます。1個入れます。で手早く混ぜます。もうこれでほぼ完成なんですよ。よいしょ。もう手早く手早く、こう溶き卵が全体に行き渡るように入れます。いい感じですね。で仕上げにごま油を、ごま油じゃないな、ごまですね、白ごまを振りかけます。あっという間に完成ですね。1分ぐらいでしょうか。これ盛り付けます。はい、できました。で白ごまを振って完成します。はい、人参のしりしりの完成です。3分で料理です。お弁当に入れるととってもいいおかずの一品になります。それでは皆様、失礼します。